お寿司ね、分かると思うんですけどね、この、まあ、ちょっと100均で作ったんで精度がちょっとよろしくないけどね、マグロとね、卵とサーモンね、分かっていただけますね。じゃあね、この中でね、一つね、食べたいのがね、どれかなっていうのはね、ちょっと選んでいただこうと思うんですけど、先ほどのね、あの可愛い感じの女性だったらね、これ本当食べろなんて言いませんけどね。以降食べるとしたらどれにしますか。卵はね、予言されてました。見てください、ほら、卵を選ぶって、ちょっとすいません、見えなかったですね。書いてあるんですよ、卵を選ぶ。なんかちょっと浸透されてる。すいませんね、あのみんなひとしきりね、驚いていただけたとは思うんですけど、ありがとうございます。ちなみに卵じゃなかった方っていらっしゃいます？まあ、そう言ったらみんな卵だったのも今日大正解でしたけどね。あ、じゃあ そちらの女性でしたか。やっぱ卵でしたか。はい、卵です。あ、ありがとうございます。そちらの女性だったら、私はサーモンがいい。サーモン、ありがとうございます。そういう時も大丈夫なんですよ。サーモンを選ぶと ね、ちなみにマグロだったらね、これにマグロ選ぶと結果に、はいね、こっちは放課会。あ、なんかもうちょっと皆さんのなんかがっかり感がね。すいません、まあそれだけじゃあれなんでね、まあこの箸をね、こう入れて透けて見えないかな、入れました。一瞬ですからね、これもう絶対やらないですよ。はい、一瞬でね、消えてなくなってしまいました。ありがとうございます。温かい、ね、温かいね、優しいお客様が多くて助かりました。ブルースマン、you